アタック。アタック、アタックは、顔から発売されている、洗濯用洗剤で、同社の登録商標、第192万9596号ほか、である。1987年に、コンパクト粉末洗剤として発売された。後に、液体洗剤も発売され、現在では、部分洗い用液体洗剤や漂白剤。 柔軟剤を配合した粉末洗剤など消費者のニーズに合わせて様々な製品がある。なお、1969年に当時の顔石鹸から大型洗剤、酵素無配合のアタックが発売されていた1973から1974年頃製造・販売終了。顔は1975年にも従来の大型洗剤を濃縮。 小型化した中規模のコンパクト洗剤を開発していた。1973年の、いわゆるオイルショックを契機に資源の節約を目指した製品だった。従来の半分の使用量で洗え、大箱と同じ使用回数があって90から110円割安と宣伝。新、ザブ、新ニュービーズをはじめ、既存の洗剤を次々とコンパクト化した。同業他社のライオン。 スパーク25、ブルーダイヤ25等や、P&G、シンウォールも追随したが、当時は洗剤を計量して使う習慣が少なかったこともあって、本格的な普及には至らず、数年で姿を消す結果となった。1980年代には洗剤に含有する、リン酸塩などが原因で河川の水質汚染も問題となり、リン酸塩に代わって、酵素を配合する洗剤が登場した。 それらの教訓と経験と研究を得て、1987年、花王の創立100周年を機に、現在のアタックの登場となった。粉末洗剤、アタックは1987年に、同社のザブに代わる主力商品として発売された。ザブが、頑固な汚れにのキャッチフレーズで知られたのに対して、アタックは、わずかスプーン一杯ぱできの白さにをキャッチフレーズとした。 製品には軽量スプーンが添付され、手を汚さずに投入できる他一回あたりの使用量を正しく守ることができるよう工夫された。それでも初期の製品には使いすぎを防ぐためはこの内側にスプーン杯で汚れ落ちは十分ですと書かれていた。現在の形式のコンパクト洗剤はアタックが世界初であり、箱の大きさはそれまでの洗剤のそれと比べ4分の 1>, 1以上に小型化された。また、バイオ酵素、アルカリセルラーゼ、青い粒子が配合され、従来の洗剤では落とせなかった、繊維の奥の汚れを落とすなど、機能面の優位性もアピールされた。これにより洗濯用洗剤では、シェア1位となり、現在に至るまで、トップシェアを守り続けている。アタックの発売により、同年には、中小の洗剤メーカー数社が、 コンパクト洗剤の市場に参入し、翌1988年には、ライオンと P&G もコンパクト洗剤を発売した。これにより、ほとんどの洗濯洗剤が柴叩く間に小型化された。ライオンは大型洗剤の販売を継続しているが、P&G など他の多くの洗剤メーカーが大型洗剤の製造、販売を終了した。顔も、 1995年末に大型洗剤家庭用の販売を終了している。1995年には粉末洗剤アタックが新コンパクトアタックにリニューアルし、さらにコンパクト化された。また、同年に発売された液体洗剤、液体アタックを皮切りに消費者のニーズに合わせて様々な製品が開発されており、 新製品の発売や既存製品のリニューアルが頻繁に行われている。現行のアタックシリーズは、ウルトラアタックネオ、アタックネオ抗菌 EXW パワーと部分洗い用製品を除いて全品に蛍光増白剤が配合されている。以前発売されていた液体アタック、アタックスタイルフィットは蛍光増白剤が無配合であった。また、 海面活性剤の配合比率は、粉末タイプは22%、ジェル、液体タイプは30%、アタックネオ抗菌 EXW パワーは58%、ウルトラアタックネオは60%である。使用している、海面活性剤は、アタックネオ抗菌 EXW パワーを除く、全品が LAS と、非音系である。以下のセットはすべてスーパー。 小売店専用である。ギフト向けアタックは通常品より容量を大きくしている。また、ギフト専用のアタックプレミアム 1.5kg があり、花柄の白いパッケージとロイヤルホワイトソープの香りが特徴である。パッケージは緑色が貴重となっている。以前は粉末洗剤の箱にプラスチックの釣り手と蓋がついていたが、環境保護。 リサイクルのため2003年に蓋は箱と同様に紙製になり2004年には釣り手がなくなったロゴは太陽をモチーフとしたオレンジ色で楕円形のコロナの上に紺色のアタックの文字が書かれているデザインとなっているなお文字色の紺は力強い洗浄力をベースカラーの緑は革新性をそれぞれ表しているアタックの文字は2001年までは 丸文字だったが、同年に現在の角張った文字に変更された。2006年にはこのロゴを左下から見上げるようなデザインに変更された。2008年からは全体的に右上がりのデザインに変更された。コロナは1997年に導入されており、当初はオレンジ色の楕円の中に黄色の小さな楕円があるデザインであったが、2001年に 黄色の楕円の部分に白い光が加えられ、2004年には白い光の輝きが増した。2006年には強い輝きの部分が下の部分から左寄りに変更され、さらに輝きが増した。2008年からは強い輝きの部分がさらに大きくなり、楕円の外側が黄色、中央部がオレンジに変更された。2008年からのロゴは2008年1月に発売された。 アタックバイオジェルに始まり、4月頃よりアタックオールイン、オールインに6月からはアタックにも導入された。2009年に入ってから2001年当時のロゴをそのまま使用していたアタックポイント洗いとアタックシュットワスプレーにも現行ロゴを導入。既存製品がすべて同じロゴで統一された。またギフト製品にも新ロゴが導入され、 アタックプレミアムギフトとアタックプレミアムギフトコレクションは2010年に新ロゴに切り替わ。2012年9月にアタック高活性バイオ EX アタック高浸透リセットパワーでロゴをマイナーチェンジ。コロナが大きくなり、区の真上に海外向け製品に使われているアタックロゴ新たに挿入された。2013年6月にリニューアルしたアタック高浸透バイオジェルも 同じロゴになった。2013年8月発売のウルトラアタックネオではロゴを囲うようにコロナがより大きくなり以前のように楕円の外側がオレンジ中央付近が黄色に戻された。また輝きの部分が左上に映ってさらに輝きが増した。アタックのロゴも少し丸みを帯びるようになる。2014年3月にパッケージデザインをリニューアルした。 アタック高浸透リセットパワーやアタック高活性バイオ EX 同年5月にリニューアルしたアタックネオ抗菌 EXW パワー2016年1月のリニューアルであの真上にアタックロゴが挿入されウルトラアタックネオも同時期にロゴ変更同年9月に発売されたアタック消臭ストロングアタック消臭ストロングジェル2015年5月にパッケージデザインをリニューアルし アタックザカシン新糖バイオジェル、同年6月に発売されたアタック抗菌 EX スーパークリアジェルも同じロゴデザインとなっている。また、2006年当時のロゴを継続採用していたギフト製品のアタックプレミアムも2015年3月のリニューアルでロゴが約9年ぶりに変更された。2018年春にパッケージデザインが変更されたアタックシュットアワスプレー。 同年10月にリニューアルされたアタック消臭ストロングジェルモロゴモが変更されたことですべての現行製品が同じロゴで統一された。なお、姉妹品ではロゴのデザインが多少変えられている場合がある。アタックポイント洗ラや液体アタックは発売当初はコロナが斜め向きであった。ちなみに大箱時代のパッケージは黄色が貴重で、 白いダビデの星の形をしたものの内側にアタックの文字が書かれたデザインであった。参考、アタックは現在、中国、香港、台湾、ベトナム、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、オーストラリア、ロシアでも発売されている。ロゴは基本的にどの国も同じデザインである。また、各国の選択事情や用途に応じて、 ラインナップが細分化されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。